ロシア領カフカースの地図、1882年、ロシア帝国内グルジア王国の紋章グルジアは1801年から1918年まで、ロシア帝国の一部であった。イスラム教国のオスマン帝国とペルシア帝国は近世を通して、グルジアの分裂した小王国と公国をめぐって争ったが、18世紀にはロシアもその争いに加わった。グルジアと同じく、 ロシアも政教国だったため、グルジアは、だんだんロシアの助けを求めるようになった。1783年、グルジア諸国のうち最大のカルトリ王国が、ギオルギエフスク条約に署名して、ロシアの保護国になり、ペルシアの総主権を否定したが、予想外の一連の事件により、グルジアは1801年に、ロシアに併合され、ロシアの権になり下がった。その後117年間、 グルジアはロシア帝国の一部であり続けた。ロシアの統治はグルジアを外敵から守りはしたが圧政に走ることも多く、現地人の訴えには鈍かった。19世紀末期には停政に対する不満により民族運動が活発になった。しかし、ロシア帝政期はグルジアの社会と経済に空前の変化をもたらした。ノブ解放令により多くの大ざくのりが、 解放されたが、彼らを求婚から救い出すことはなかった。資本主義の発展で、グルジアに、都会の労働者階級が現れた。尾崎みのりと労働者は、その不満を、反乱やストライキで訴え、その結果が1905年のロシア第一、革命であった。社会主義者であったメンシェビキは彼らの訴えを擁護定世末期にはグルジアにおける政治を支配した。 グルジアは1918年に独立を勝ち取ったが、それは民族主義者や社会主義者の努力というより、第一次世界大戦におけるロシア帝国の崩壊がその主因であった。16世紀までにキリスト教国であったグルジア王国はいくつかの小王国と公国に分裂し、それらをめぐって隣国である二大イスラム教国オスマン、帝国とサファビーアサ、ペルシアが争った。 16世紀後半には、北方で、第三の帝国勢力が現れた。それはすなわち、グルジアと、同じく政教国のモスクワ大公国である。グルジアのカヘティ王国とモスクワの間の外交は1558年に、始まり、1589年には、モスクワのツァーリヒョードル一世がカヘティを、モスクワの保護下に置くことを提案した。しかし、援助が実質を伴わず、 ロシアがオスマンやペルシアの支配に挑戦するには南カフカース地方が遠すぎたためこの時は沙汰闇となった。ロシアが本格的にカフカース山脈の南に参入してくるのは18世紀の初めの出来事であった。1722年、ピョートル一世はサファビー朝の混乱と衰退に付け込んで遠征を行いカルトリオーでサファビー朝から総督に任命された。 バフタング六世とも同盟した。しかし、両軍は連携に失敗。ロシア軍が北へと撤退してしまったためグルジアの反乱はサファビー朝に鎮圧された。バフタング六世はロシアに亡命。そこで余生を終えた。時代を下って1762年から1798年までカルトリカヘティ王国の王であった。エレクレ2世は国をオスマンとペルシアの攻撃から守る。 ために、ロシアに助けを求めた。西グルジアのイメレティ王国も同じく、ロシアと連絡を取り、オスマン帝国から身を守ろうとした。ロシアのエカチェリーナ女帝は、対オスマンとペルシアの戦争のために、グルジアを味方に引き入れようとしたが、グルジアには、わずかな軍しか派遣しなかった。百六十九年から百七十二年まで、ゴッドロープ、ハインリヒ本ントレーベン引き入る。 少数のロシア軍はイメレッチとカルトリカヘティに侵入したオスマン軍と戦った。1783年、エレクレ2世はロシアとギオルギエフスク条約を締結してロシアに保護される代わりに他国の総主権を否定した。しかし、1787年にロト戦争が再び勃発するとロシアはグルジアから軍を引き上げて他の戦場に投入してしまい、 エレクレ2世は、ロシア軍という強力な後ろ盾を失った。1795年、新しく即位した、ペルシアのシャアのアーガー・モハンマドシャアは、エレクレ2世に、最後通帳を発し、ロシアとの関係を切るか侵攻にさらされるかを選ばせた。エレクレ2世は、ロシアの援軍を当てにして、最後通帳を無視したが、ロシア軍は来なかった。アーガー・モハンマドシャは、有限実行して、 首都トビリシを占領、破壊して、トビリシはほぼ廃墟と化した。ギオルギ十二世イロシアが、ギオルギエフスク条約を破ったにもかかわらず、グルジアの統治者はロシアを、唯一の希望と捉え、引き続き、ロシア政府にすがった。ペルシアは、トビリシで放火、略奪して、2万人が命を落とした結果をもたらした。しかし、アーガーモンハンマドシャーが1797年に、 主者で暗殺されたため、ペルシアのグルジアに対する統制が弱められた。翌年、エレクレ2世が死去、病弱な王子ギオルギ12世が即位した。ロシア軍の飛びり死入場、1799年11月26日、フランツルボッサク、1886年、ギオルギ12世が1800年12月28日に死去すると、彼の息子ダビトバグラティオニと、 ユーロニバグラティオニの争いがグルジアを2分した。しかし、サーリのパーベル一世はすでに二人とも即位させず、王国を廃して、ロシアが直に支配することを決定していた。彼は、カルトリカヘティ王国をロシア帝国に組み込む直令を発し、その後継者のアレクサンドル一世も1801年9月12日に、直令を再確認した。グルジアのサンクトペテルブルク大使、 ガルセバンチャブチャバゼは、ロシア首相、アレクサンドル・クラーキンに、抗議文を送りつけた。1801年5月、ロシアのカール・ハインリヒ・ホン・クノール・リング将軍は、バトニシュビリのダビトを追い出し、イバン・ペトロビチ・ラザレフ率いる、暫定政府を成立した。クノール・リングは、グルジア王家の男子全員と女子の一部をロシアに、追放する秘密命令も受けていた。グルジア貴族の一部は、 命令に抵抗したが、1802年4月に、クノールリングが貴族たちを、トビリシのシオニ大聖堂に禁錮し、ロシア皇帝に対する忠誠の誓いを強制した。それでも拒否した貴族は逮捕された。ロシアはグルジアを、共闘歩として使い、南カフカースへ、さらに拡張した。これにガージャールアサ、ペルシアとオスマン帝国は脅威に感じた。1804年、 パブレツチシュビリ将軍は、ロシアのカフカース軍を率いて、ギャンジャに侵攻、1804年から1813年までのロシア・ペルシャ戦争を起こした。ロシアは、同時期に、西グルジアにおける拡張をめぐって1806年から1812年までのロト戦争を戦っていた。グルジアでは、志願兵として、ロシア軍に従軍した者も、ロシアに対し反乱した者もいた。 戦争自体はロシアが両方とも勝利、オスマンとはブカレスト条約をペルシアとはゴレスターン条約を締結してロシアによるグルジア併合を認めさせた。イメレティオ・ソロモン2世はロシアのカルトリカヘティ併合に激怒した。彼は妥協としてロシアがカルトリカヘティの多いと自治を復活させた場合、イメレティオ ロシアの保護領にすることを提案したが、ロシアは黙殺した。1803年、イメレティ領であったサメグレロの大官がソロモン2世に反乱、ロシアを保護者として承認した。ソロモン2世がイメレティ全体をロシアの保護領にすることを拒否すると、ロシアのパブレツチシュビリ将軍がイメレティに侵攻され、1804年4月25日に条約に署名して、 ロシアの進化になることを認めざるを得なかった。ソロモン二世は諦めていなかった。ロト戦争が開戦すると、彼はオスマン帝国と秘密交渉を始めた。これに対し、ロシアは1810年2月に直令を発して、彼を、廃位、イメレティ国民にロシア皇帝に忠誠を誓うよう命令した。ロシアの大軍がイメレティに侵攻したが、イメレティの住民は森林地帯に逃げて、 レジスタンスを始めた。ソロモン2世は、オスマンとペルシアとの戦争を同時に遂行していた、ロシアがイメルティに自治を許可することに期待を寄せたが、ロシアはゲリラの反乱を鎮圧した。ソロモン2世自身は逃げおせたが、ロシアのオスマン帝国とペルシアとの和訳により、外国の介入に対する望みはついえた。ソロモン2世は、オスマン帝国領のトラブゾーンに逃亡。 1815年にそこで死去した。1828年から1829年まで起こった再度のロト戦争によりロシアはグルジアの領幸ポティア要塞都市のアハルツアヘとアハルカラキを獲得した。1803年から1878年の数々のロト戦争によりグルジアが以前失ったアジャリアなどの領土がロシアに併合された。 また1829年には、グリア公国が、1858年には、スバネティ公国が正式に併合された。サメグレロ公国は1803年以降ロシアの保護領だったが、正式に併合されたのは1878年のことであった。ラシカラシュビリビビルディやパブレチツィシュビリなど、ロシア帝国軍に従軍した、グルジア人は、外交面と軍事面で、 グルジアがロシアの保護下に置かれる過程に積極的に関与した。ロシア統治の初期にはグルジアが対ペルシアとオスマン戦争の最前線だったため軍勢が敷かれ、統治のロシア軍の指揮官がグルジア総督を兼任した。ロシアはオスマン帝国やペルシアの南カフカース領を徐々に侵食して1826年から1828年までの ロシア・ペルシャ戦争でガージャール・アサ、ペルシアに再び勝利してトルコマンチャイ条約で現在のアルメニアとアゼルバイジャンにあたる広大な土地を奪取した。ロシア政府は同時期にグルジアを帝国の他の領土と融合しようとした。というのもロシアとグルジアの社会には共通点が多く、例えば宗教は両方とも正教会が 支配的で、社会の構造は両方とも土地所有者が大勢の濃度を支配していた。ロシア統治の初期、政府は、グルジアの現地法や監修に無頓着で、強引な政策を取っていた。1811年、グルジア正教会の独立正教会の地位が廃止され、グルジア総主教のアントン2世はロシアに追放された。これにより、グルジアは、 ロシア正教会のエクザールフ教区になった。ロシアの統治に多くのグルジア貴族が阻害されたため、若い貴族の一部は1832年、グルジア陰謀を計画して、ロシアの統治を終わらせようとした。この陰謀は1825年に、サンクトペテルブルクで起こったデカブリストの乱と1830年に、ポーランドで起こった反ロシアの11月放棄の影響を受けていた。 計画は、グルジアに駐在するロシア官僚をすべて武闘会に招き、そこで彼らを皆殺しにするという簡単なものであったが、1832年12月10日に陰謀が露見し、陰謀に関与した者の多くが、ロシア国内の他の地域に追放された。続いて1841年にはグリアで農民と貴族の反乱が起こった。1845年に、 ミハイル・セミョーノビッチ・ボロンツオフがカフカース副王に任命されると状況は改善した。ボロンツオフはロシア貴族が18世紀に行った改革を習ってグルジアに西ヨーロッパの監修を取り入れたためグルジア貴族の心をうまくつかんだ。19世紀初期、ロシアによる統治が始まった頃、グルジアの社会制度は未だに封建制であった。その頂点は グルジア諸国の王家だったが、彼らはロシアに追放され亡命していた。その下は人口の約5%を占める貴族で、彼らは主に特権を守ろうとしていた。貴族は土地の大半を所有していたが、実際に工作していたのは人口の大半を占める不自由な濃度であった。農村経済はオスマントペルシアによる支配時代にひどく衰退しており、 グルジアの濃度はその大半が貧困して、上の脅威に常にさらされていた。飢饉が起こると反乱が起こるのも常であり、一例としては1812年にカフェティで起こった大規模な反乱がある。都市に住む者は少数で、そこで行われた貿易や工業もアルメニア人に支配されていた。そのため、時代が下って資本主義がグルジアにもたらされた時、 アルメニア人は真っ先にその機会を捉えて富を蓄え中流階級にのし上がった。アルメニア人がグルジアの経済を支配したことでグルジアにおける階級間の対立に種族対立が加わってしまった。濃度の問題はグルジアに限らずロシア帝国の大半に関わるものであり、19世紀中期までにロシアの改革と近代化を成し遂げるためには無視できない問題になっていた。 1861年、アレクサンドル2世は、ロシア本土で、濃度解放令を発した。彼は、グルジアの濃度も解放しようとしたが、ようやく得たグルジア貴族の関心を、失わないようその既得権に配慮する必要があった。そのため、交渉には最新な注意を要し、自由主義貴族のデメトレキピアニが、交渉役を務めた。交渉は成功し、 アレクサンドル2世は1865年10月13日にグルジアにおけるノード解放の最初の直令を出した。グルジア全体におけるノード解放は徐々に行われ、1870年代まで続いた。ノード解放令により、ノードたちは自由民になり、領主に許しを請わずに自由に結婚したり、政治に参加したりできた。貴族は土地を保持したが、直接所持するのは、 その一部で、残りはすでに数世紀の間その土地に住み、そこで働いた平民に貸し出された。テ壁のシグナギにおける濃度解放令の交付。1864年平民は、領主から土地を借りている間、領主に家賃を支払い続けるが、領主が十分保障された時、土地は平民の私有地となる。しかし、この改革に、貴族も元濃度も喜ばなかった。 元濃度だったものは自由民になったが、家賃が彼らに重くのしかかり、土地を買えるようになるのも数十年後のことであった。つまり、彼らは、法的には貴族に従属しなかったが、経済的には従属していた。グルジア貴族の処遇は、ロシア全体と比べても、はるかに良いものの、それでも、権力と収入の一部を失ったため、改革は嫌々ながら受け入れたものであった。その後、 平民と貴族の不満はグルジアにおける新しい政治、運動となって現れた。ニコライ2世の治世、ロシア政府はモロカン派やドゥホボール派など、宗教の少数派のロシア中心地からグルジアなど、南カフカースへの移住を干渉した。これは問題を起こす反対派を正教を報じる、ロシア人から隔離するためと、ロシアの南カフカースにおける影響力を強化するためであった。 グルジアはロシアの辺境にあり、オスマン帝国領へのさらなる拡張における基地として使われたため、アルメニア人やコーカサスギリシャ人など、南カフカースのキリスト教徒は19世紀にグルジアに移住した。彼らは対オスマン戦争において、ロシアとグルジアに味方することが多く、ロシア帝国陸軍のカフカース軍管区に参加して、 南カフカースのグルジア国境でオスマン領を占拠した。これらの領土はロシアの軍政下にあるバトゥーミ州とカルス州として編入され、数万人のアルメニア人、コーカサスギリシャ人、ロシア人やその他のグルジアに居住していた少数民族がそこに移住した。ロシア帝国に編入されたことにより、グルジアのインテリゲンチャは西方から伝来した知識について学び、 その結果グルジアは中東の影響から離れてヨーロッパに接近した。また、グルジアはロシア全体と似たような社会問題を多く抱えており、19世紀のロシアにおける政治の動きはグルジアにも波及した。トビリシの風景、ミハイル・レール・モントフ作、1837年1830年代、アレクサンドレ・レチャ・フチャバゼ。 クリゴール・オルベリアニア・ニコロズ・バラタシュビリなどの詩人がグルジア文学を復活し、そこにロマン主義の要素を取り入れた。彼らは昔のグルジア黄金時代をインスピレーションの源とした。バラタシュビリは死、ベディカルトリサでロシアとの連合に対する愛憎をカゴの中にいたらナイチンゲールは栄光にどんな喜びを見出すかと表現した。グルジアはロシア文学でも 主題の一つになった。1829年、ロシアの詩人がアレクサンドル・プーシキンはグルジアを訪れ、その時の経験は彼のいくつかの死に影響を与えた。プーシキンより少し後の時代のミハイル・レールモントフは1840年にカフカース地方に追放された。同年に書かれた彼の小説、現代の英雄においてグルジアは異国風に満ち、 冒険が繰り広げられる地と表現され、死の、ムツいリは、駆け出しの僧侶が厳しい宗教の規則から逃れ、自然界に自由を見出したことを描写したが、レールモントフはそこでも、グルジアの山がちな自然風景を称賛した。19世紀中期、グルジアでは、民族的ロマン主義が体調、代わりに、明白な政治運動が起こった。この運動は、テレグダレウレビと呼ばれた。 サンクトペテルブルク大学を卒業したグルジア人学生たちによって始められた。中でもイリア・チャフチャバゼは1905年以前のグルジアにおいて影響力が最も強い民族主義者であり、彼はロシア語話者を優遇する社会制度の中でグルジア人の地位を改善するために言語の改革やグルジア民話などのグルジア文化を研究した。チャフチャバゼは徐々に保守化し、 グルジアの伝統を維持して、グルジアを農業社会のままにすることを目指した。グルジア民族主義者の第二世代は、チャフチャバゼより保守色が薄く、グルジアの都市部に集中して、グルジア人は経済を支配した、アルメニア人とロシア人と競争できることを訴えた。その中心にあった人物は、ニコニコラーゼで、彼は、西方の自由主義の理念に着目し、 アルメニアとアゼルバイジャンと共にカフカース連邦を構成するというグルジアの未来像を描いた。1870年代、保守的と自由的な民族主義運動のほか、より過激な政治勢力がグルジアに現れた。この過激派勢力は社会問題に着目し、ロシアの社会運動と連携することが多かった。初期の運動はロシアの人民主義をグルジアで広めようとしたが、 実際の影響力は少なく、長期的には、社会主義、特にマルクス主義の影響力が、はるかに上回った。19世紀末、トびりし、バトミ、クタイシなどグルジアの都市で工業化が進み、工場、鉄道、そして、都市労働者階級がグルジアに現れた。これらは1890年代の第三世代に注目された。目覚め出しは、社会民主派を称し、 その構成員にはロシアでマルクス主義を学んだのエジョルダニアやフィリップ・マハラゼなどがいた。彼らは1905年以降のグルジアの政治を主導したツアーリ先生政治を打倒すべきものとみて、その代わりとして民主制を成立し、最終的には社会主義者の社会を目指すことを訴えた。皇帝アレクサンドル3世がトビリ氏の貴族会議に入場する。 1888年9月29日、1881年、改革志向の皇帝アレクサンドル2世がサンクトペテルブルクでナロード2期に暗殺された。定位を継承したアレクサンドル3世は2世よりもずっと先制的で国の独立に関する表現はすべて帝国にとって脅威であるという考えを持っていた。彼は中央集権下の一環として、 カフカース副王領を廃し、グルジアの地位をロシアの県まで落とした。グルジア語の学習は非推奨とされ、グルジアという名前は新聞で禁句とされた。1886年、一人のグルジア人学生が抗議として飛びりしがみ学校の校長を殺害した。これに対し、ロシアから派遣されたグルジアのエクザルフは、グルジアの波紋をもって応じた。20年前に、 濃度解放について、貴族と交渉したが、今やすでに70代のデメトレ・キピアニが波紋を批判すると、アレクサンドル3世は彼をスタブロポリを追放した。キピアニは追放された直後に、謎の死を遂げたが、多くのクルジア人はこれを皇帝が支持した暗殺と考え、キピアニの葬儀は盛大な反路でも溶かした。ロシアとの緊張が高まった、同時期に民族間では、 グルジア人とアルメニア人の間に緊張が生じた。ノ度ド解放令以降、グルジア貴族の多くは没落の一途をたどった。新しい経済環境での競争に負けた貴族は、その財産を投げ打って、ロシア軍に従軍するか、都市で、報道の限りを尽くした。この社会現象で利益を得たのが、グルジア貴族の土地を買い上げ、富を築いた、アルメニア人であった。 トビリシなどグルジアの都市部の人口は、18世紀末から19世紀初期までは、アルメニア人が主だったが、末期ともなると少数派になった。しかし、この変化にもかかわらず、アルメニア人は引き続き公的役職と富の大半を、独占、グルジア人は、首都トビリシで、自らのために代弁してくれる人がいないことを感じた。トビリシで起きたでも、1905年。 西グルジアの平定。兵士たちが平民の家屋を燃やしている。1890年代と1900年代初期のグルジアではストライキが頻発していた。平民は未だに不満を持ち、社会民主主義者は農民と労働者の支持を得た。この時点でもグルジアの社会民主主義者は自らを全ロシアの政治運動の一部と見ていたが、1903年に、 ベルギーのブリュッセルで開催されたロシア社会民主労働党第2回大会により、ロシア社会民主労働党はメンシェビッキとボリシェビッキという和解が不可能な2敗に分裂した。1905年までにグルジアの社会民主主義者は圧倒的にメンシェビッキとその首領、ノエジョルダニアを支持したが、若いヨセブジュガシビリなど、ごく一部のグルジア人はボリシェビキを支持した。 1905年1月、ロシア軍がサンクトペテルブルクでデモ隊に発砲して少なくとも96人が死亡した地の日曜日事件でロシア帝国が一時危機に陥った。事件の知らせはロシア第一革命と呼ばれた全国規模の反政府運動につながり、グルジアでも免ン引きが直近でグリアにおいて大規模な農民放棄を組織したこともあり、社会不安が蔓延した。 1905年のグルジアは反乱とストライキの連続であり、ロシア政府は情報とコサックによる鎮圧で対応しようとした。12月、メンシェビキはゼネストを呼びかけるとともに、コサックへの爆弾テロを推奨、コサックが強める結果となった。しかし、メンシェビキは暴力に走ったことで、政治上で同盟者であったアルメニア人など多くの人々に見放され、ゼネストは、 失敗に終わった。やがて、マクスード・アリハノフ・アバルスキー将軍率いる軍勢が1906年1月に到着したことで反乱は完全に鎮圧された。1906年から第一世界大戦の勃発まで、グルジアーより自由主義的なフク合イラリオン・イバノビジ、ボロンツオフ・ダシコフ伯爵によって統治されていたため、平和な日々が続いた。 メンシェビキも1905年末の惨事を反省し、ボリシェビキと違って、今や武装放棄を否定した。1906年、ロシアのドゥーマ選挙が行われ、メンシェビキは退場して、グルジアに割り当てられた議席の多くを勝ち取った。ボリシェビキは、チアトゥラのマンガン鉱山以外では、支持が少なかったが、1907年に、トビリ市で武装強盗を行ったことで知名度を上げた。 その後、スターリンたちは、南カフカースにおける、ボリシェビキの唯一の拠点であるバクーに移動した。グルジア国会による独立宣言、1918年1914年8月、ロシアはドイツに宣戦線布告して第一次世界大戦に参戦した。グルジア人は、戦争があまり得にならないと見て、興味が薄かったが、20万人が陸軍に動員された。11月に、 オスマン帝国がドイツ側で参戦すると、グルジアは前線と化した。グルジアの政治家の多くは中立を維持したが、グルジア人の間では、親独感情や独立がすぐそこまで近づいたという考えが現れ始めた。1917年、ロシアの敗北が続いたことでサンクトペテルブルク改め、ペトログラードで2月革命が起こった。新しく成立したロシア臨時政府は、 ザカフカース特別委員会を設立して南カフカースを統治した。グルジアでは飛びりしに駐留したロシア軍がボリシェビキを支持したため、緊張が続いたが、やがてロシア軍のほぼ全軍が北へ撤退し始めたため、グルジアはメンシェビキの手に落ちた。10月革命が起こり、ペトログラードでボリシェビキが権力の座についたが、メンシェビキはこれを否定した。 ロシア軍がいなかったため南カフカースは自衛せざるを得なくなり、1918年2月にオスマン軍が国境を越えたことで、ロシアから分離すべきかという問題が浮上した。1918年4月22日、南カフカースの国会は、投票を行って、独立を決定、ザカフカース民主連邦共和国の建国を宣言した。この共和国は、グルジア、アルメニア、 アゼルバイジャンというそれぞれ異なる歴史、文化と同型を持つ国によって構成された。アルメニア人はトルコにおけるアルメニア人虐殺について知っていたため侵入したオスマン軍を撃退することを当面の急務と考えた。一方、イスラム教徒が多いアゼルバイジャンではオスマン帝国を支持する声が多く、グルジアではトルコよりドイツと交渉した方が利益を確保できそうと考えた。 1918年5月26日、グルジアは独立を宣言、グルジア民主共和国を建国し、1921年にボリシェビキによって侵攻されるまでの短期間に自由を謳歌した。ありがとうございます。